ハロー常磐病院の職員の皆さん、本日はいわきのダイヤモンドヘッドと言われる湯の竹をバックにお伝えします。本日開始、風が強いです。本日のお話は DPC 制度です。常磐病院でも2年後に導入予定となっています。常磐病院では現在は出来高払いという実施したそれぞれの診療行為、検査だとか手術だとか投薬注射などそれぞれの金額を積み上げる方法で入院医療費を計算しております。これに対して DPC 制度は患者様の病気や症状、処置、治療内容ごとに厚生労働省が定めた診断群分類、 DPC って言いますけれども、それによって1日あたりの入院費が決められています。これをもとに計算を行います。ただしですね、手術だとか指導料、リハビリの費用などはこれまで通り出来高払いで追加してですね、医療費が計算されます。2年後の常磐病院で DPC が現在の状態でそのまま導入されると、実はですね、DPC の方が入院医療費が高くなったり、出来高払いの方が高い場合が出てきます。これはなぜかと言いますと、 DPC は標準医療を行うことによって利益が出るような値段設定になっています。出来高払いの場合は標準医療とは関係なく、検査をすればしただけその分を請求することができますので、 DPC の設定した値段より高くなる場合があります。常磐病院ではそれぞれの疾患、診断名に対して標準的な医療をする必要が出てきます。そこで重要になってくるのがクリティカルパスです。現在クリティカルパスの導入のために皆さんいろいろ準備をしています。それは何かというと、 DPC 制度の入院費用の中でしっかり利益が出るように標準的な診療をしなければいけないということなんですね。というわけで2年後の DPC 導入に向けてですね、今週も皆さん張り切ってお仕事いってらっしゃい。